お疲れ様です。Attention, please. では、相談に乗ってもらいたいんだ。部活終わった後、こないだのとこでね。あのね、これまだみんなには言わないでね。迷ってるんだ、留学。父さんが決めてきちゃったんだ。留学先の学校も住むところも、飛行機のチケットまで取っちゃって。僕留学するなんて一言も言ってないってのに。この間部活を辞める辞めないで言い合ってから、父さんおかしいんだ。急に物分かりが良くなったような。仮にだよ、僕が医者志望だとしたら、今留学しちゃってアーティストになったら、もう後戻りできないんだよね。もう医者にはなれないんだよね。先生もみんなも君だって応援してくれてる。留学するってやっぱり思うよね。こんなチャンスってめったにないし。ごめんね、なんか君の前だと愚痴ってばっかだね。でも喋ったら少しスッとした。ありがとう。自分が何をしたいのか分かんなくなってきた。困った時に神頼みだな。よし、僕本屋に寄ってくから先に帰ってて。占いの本を買って帰る。今日は徹夜だ。君か、おかえり。そう、新しいものを用意しといたよ。見てみな。そほら、持っていきな。さて、どうしようか。何がお望みだ？あ、ほら、持っていきな。
ほらよ、待たせたね。ほら、持っていきな。さて、どうしようか。さて、どうしようか。何がお望みだ？作るには素体が…何がお望みだ？何がお望みだ？さて、どうしようか。気は済んだ？またのお越しを。よく来たな。どれだ、まとめて手放すんだな。ああ、引き受けた。いいんだ、わかった。いくつ、いいんだ、わかった。引き取ろう。引き受けた。それで、役に立ちそうなのを仕入れておいた。じっくり見て選ぶといい。間違いない。わかった、持っていけ。わかった、持っていけ。わかった持っていけ。どう、何を探してる。わかった、持っていけ。ゆっくり見ていけ。ああ、わかった。わかった。どれだ。ん？もういいのか。また来い。I'm on a mission, riding up whatever it is I gotta do, riding up my tutor, do you meet you, I'm riding up, I love
3週間読み終わったの？すごく集中して読んでたね。その感じわかるな。最後は私も息継ぎするの忘れるくらい夢中でページをめくってたから。本当に素敵なシリーズだったな。難しい設定も気づいたら頭に入ってて、あれ不思議じゃなかった？うん、ただ説明するだけの文章が続くとそれを追うだけで疲れちゃうから、お話の中に上手に溶け込ませるのはやっぱり作者の力だよね。私もこの本の作者みたいにうまく伝えられたらよかったな。前に話したでしょ、クラスの子に勧めて断られたって。伝える内容も大事だけど、それをどう届けるかなんだろうね。あの時この本の面白さを伝える前に、何巻あるとか有名な人が書いたとか、いきなりそれだけ聞いても読んでみようってならないよね。ありがとう。もう一回進めてみようかな。この本のいいところ今度はたくさん言えそうな気がする。やっぱり自分の好きなものに興味を持ってもらえるのって嬉しい。こうやって感想を言い合えるのもすごく新鮮で、だから私伝え方を勉強したい。そうすれば今みたいな素敵な時間がもっと手に入る気がして。あ、もうこんな時間。そろそろお開きにしないと。あのね、また他の本も紹介していいかな？ありがとう。また気に入ってもらえるといいな。それじゃあ、おやすみなさい。というわけで、お料理の練習を始めたのにレパートリーがおにぎりだけってわけにいかないでしょ。もっとやらなきゃって思ったんだけど、急にまた私にできるのかなって。でもね、その時リーダーのことが浮かんだんだ。だからそのもう少しだけ協力してほしいの。今まで通り相談に乗ってもらいたくって。私頑張るから。ダメかな？本当？よかった。
ありがとう。みんなは私に居場所をくれたから、私はそのお返しがしたいの。頼りないかもしれないけど、仲間としてちゃんと役に立ちたい。ありがとう。リーダーが応援してくれてるって思うと心強いな。それにね、私リーダーのためにもいろんなことができるようになりたいんだ。戦い以外でも力になれたらって、そう思ってるの。無理とかしてるかな。あ、ごめん、これ誰かに聞くことじゃないよね。私先に帰るね。冷蔵庫のキャベツを使ってクリーム煮を作るんだけど、キャベツって芯まで栄養あるんだって。だから丸ごと使います。もちろん下調べはバッチリだから、今日こそ覚悟してよ。前回のチキンソテーで自炊の勘は取り戻せたからね。うん、今回も任せて。喋ってないで早く作んなきゃ。それじゃあ私はメインのキャベツやるから、あなたはご飯とかお願いね。ふう、もうお腹いっぱい。あっという間に食べちゃったね。でさ、今日の料理どうだった？美味しいって言ったよね。もうようやくだよ。今日こそ絶対って思ってたから。ほら、最初に料理した時言ったじゃん、次は美味しいって言わせるって。私負けず嫌いだから。でもさ、誰かが美味しそうに食べてる顔ってなんか幸せな気持ちになるね。勝ち負けとかじゃなくて、また見たいなって思ったりして。あ、意外と尽くすタイプとか思った？残念だけど、ただじゃないからね。お互い協力して、私もあなたに美味しい思いさせてもらうから。さてと、今日はありがとね。また時間あったら一緒にやろう。じゃ、ちゃっちゃと片付けよっか。あ、すいません、空いてたんで勝手に使ってました。ここに来るとは珍しいな。部活の関係か？はい、活動報告先生に頼まれちゃって。そうか、大変だな。別に先輩よりかは全然大したことないですよ。あの、ちょっと聞きたいんですけど。ん？先輩って何のために戦ってるんですか？私の戦いは食材だ。昔も今も変わらない。私は
何のためとか本当言うともうないです。お父さんのこと分かっちゃったし、ただそれでもお父さんの残したものをせめて私が消せればって。なんで戦うかなんて最初に考えなきゃですよね。なのに私今頃になって初めて真剣に考えてる。仕方ないさ。けどみんな違いますよね、戦ってる理由。まあシャドウをやっつけるってだけでもいいとは思うんですけど。何が言いたい？自分でもよくわかんないです。次の満月でいよいよ最後のシャドウだし、考えてるうちに終わっちゃいますよね。そうだな、次で全て終わるさ。そして普通の学園生活に戻れる。そろそろ生徒会の委員が来る頃だ。話なら後でも聞くが。あ、いいんです、すいません、お邪魔しました。調べとけばよかったね。ちょっとそこに座らない？あのさ、リーダーに前に言ったこと、私が本屋さんに行くのを避けてるって言ったの覚えてる？うん、その話なんだけど、私本屋さんってちょっとだけ嫌な思い出があるんだ。4月に入ってすぐの頃かな、私ね写真撮られちゃったんだ。万引きの現場写真。私って背が低いから高い棚にある参考書を無理に取ろうとして本が崩れてきちゃったの。たまたま何冊かが私のカバンの中に入って、出そうとしてたら同じクラスの女の子たちに携帯で撮られちゃって、これを親に見せてもいいのって言われちゃって。返せばいいのにって思うよね。分かってるんだ。なのに私何も言えなかった。もう助からないって、それだけで頭がいっぱいになって、私が何言ったってダメだって、それしか考えられなかった。けどね、私変われるかもって思うんだ。あなたがいるとそういう気持ちに負けない気がする。勝手だよね私。だけどごめんなさい、私何言ってるんだろう。これじゃリーダーを利用してるみたいだよね。でもね、違うの。私が言いたいのは、ただリーダーのことすごく頼りにしてるって、それがすごく嬉しいんだって。
を言いたかっただけなの。だね。へえ、犬飼ってるんだね。シバかな。白い毛並みっていいよね。なんかこう神秘的じゃない？やっぱりかっこいい。触りたいな。でも怒るかな。ねえ、今度撫でてみていい？大丈夫。ちゃんとイメトレしとくから。
素晴らしい。楽しみにしております。お待ちしておりました。ここが寺院によく似た施設、神社ですね。確かに茶道などとはまた違った神秘的で新たかな気配がいたします。ではこちらの様式にのっとりまして、まずは参拝をいたしましょう。このくらいでしょうか。ひとまず納め終えました。これで日頃はこちらの住人でない私にもご利益が訪れますでしょうか。考えてみるとこの賽銭という仕組みは噴水のそれとよく似ておりますね。そこかしこに人々の幸福を叶えるスポットがある。素敵な土地にお住まいなのですね。あちらにたくさん結ばれている紙の帯はもしかして、やはり私の期待通りおみくじでございます。自らの運命をあえて紙切れ一枚に託し、そのリスク感を楽しむ遊戯と伺いましたが、なるほど、運命について様々に書いてあるようですね。では一つ私も引いてみたいと存じます。全種類コンプリートするまで少々お待ちください。先ほどから気になっておりましたが、あちらにあるものは何なのでしょうか。これは確か、こちらが滑り台で、こちらがジャングルジム。誠の神前には形ばかりの厳かさなど不要。なんと寛大で本質に満ちた姿勢でしょう。でしたら早速。これは楽しみを得るにはまず同じだけ登らねばならぬ。世の摂理を無言にして教える奥深い遊具でございますね。なかなかでございました。ではこちらのジャングルジムについても教えていただけますか。出られません。これはバランスがな、難しい。本日は今までの外出にも増して楽しゅうございました。私実は近頃思うのですが、私がこちらの世界を楽しく感じるのはただ新鮮な刺激があるからなのでしょうか。もしかすると私、あなたにお供する時間が楽しいということなのかもしれません。ともあれ、まずは私どもの部屋に鉄棒など置いていただけないかと主に掛け合う所存でございます。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。ではそろそろお開きといたしましょう。ですがその前に滑り台をワンモアお願いしたく、せっかくですので二人乗りなどいかがですか。イエーイ。依頼を受けていただけますか。素晴らしい。そういえば、それでは
今日はあまりに具合がいいんだ。この間は今にも死にそうだっただろう。心配かけてごめんよ。あの時は君と会うまで本を読んでたんだ。夢中になってたのか、風が冷たくなったのに気づかなかった。君は本は好きかい？そうか、やはり君とは通じるものがある。今僕は本ばかり読んでいる。多分その間だけは忘れられるからだろうね。本の世界に逃げられるから。君は本を最後まで読むかい？そうか、理由は違うようだけど、僕もあまり最後まで読まないんだ。面白い話ほど読み進めたいけれど、読み進むのが怖い。読み終わるとまた僕に戻ってきてしまうだろう。逃げられない僕に。優しくて幸せでありきたりで希望にあふれた、そんな話が読みたいな。そうしたら僕は僕に戻ってきても悲しくないような気がするから。西の空が暗い。時というのは無常だね。また会えると嬉しいよ。おかえりなさい。何やってるんだ？って、犬の散歩か。へえ、犬なんて飼ってたんだな。うちも昔犬飼ってたんだ。なんだか懐かしいな。元気なやつだな。一緒に走ったらいい練習になりそうだ。俺も走って帰るか。またな。
お帰りなさいであります。提言であります。ああ、そうだ。ありがとう。誰かにこうしてお茶を振る舞うというのもいいものだな。本当すまない。君をもてなすつもりが結局私自身が楽しんでしまっているな。君はくつろげているか。あ、ならよかった。カモミールにはリラックス効果もある。そのおかげかもしれないな。実は気を使わせてないかと少し不安だったんだ。どうも私は近寄りがたい人間だと思われることが多いようでな。ん？菓子がもう残り少ないな。そろそろ家のものに頼んで。いや、次は、ああ、なんでもない。おかわりも入れてこよう。さて、もういい時間だ。そろそろ片付けるとしよう。時間が許すならまた誘わせてほしい。では部屋に戻ろう。なんかさ、当番は部長とあなただね。よろしくお願いします。じゃあお先。じゃあさっさと片付けちゃおう。僕の部屋よりは狭いけど部室って意外と広いんだね。ちょっと休憩しようか。あのさ、僕ね、留学することにしたよ。正直あまり乗り気じゃないんだ。でも先生にも面談の時に医者になるつもりはないって言っちゃったし。なんか飲もうか。僕買ってくるよ。ああ、聞き忘れてたんだけど、飲み物を冷たいのでいい？それか、あ、上！おい、しっかり聞こえるかい？よかった、気がついて。何度も呼んだのに目開けないから。僕、外傷はないし脳挫傷の心配もないと思うけど、自分の名前言えるよね？問題ないか。よかった、本当よかった。瞳孔は正常だから大丈夫だと思うけど、倒れる時に頭や顔面を打ってたらって思うと、僕ねえ、さっきのことを覚えてる？落ちてきた段ボールね、僕が片付けたやつなんだ。家じゃ掃除はお手伝いさんに任せっきりだから、その面倒くさくなって適当に乗せたら、
僕のせいだ。ごめん。君があのまま目を覚まさなかったらって考えたらゾッとしたんだ。友達が困ってるのに何もできない自分の不甲斐なさに。ね、僕は医者じゃないから。強いな君は。鳥海先生から聞いたよ。君のご両親のこと。僕は帰れば当たり前のように家族がいて、両親がいるから甘えてるのかな。大切な人を目の前で失う気持ち、さっきの君を見て分かった気がする。僕は医者になりたい。でも父さんの言いなりには。ああごめん、帰ろうか。歩ける？肩貸すよ。君か、おかえり。こんばんは。あと1週間で満月だよ。いよいよ今回が12体目だ。準備はいい？ここまで長かったのか短かったのか。でもいろんなことが起きたね。けれど思い出話をするにはまだ早いよね。じゃあ終わったらまた会いに来るよ。くれぐれも気をつけてね。何をしたいのか、医者になりたいのか、芸術家を目指したいのか。だから自分探しに行くんだ。見つかるまでは学校にも家にも戻らない。どこに行くかなんて決まってないけど、とにかく家から離れるつもり。お金は大丈夫。父さんの財布からクレジットカードを持ってきた。最後に君と話ができてよかった。部のみんなによろしく。そんなことを言わないでよ。決心が鈍りそうで。怪我や病気には気をつけるんだよ。大丈夫ですか？今の咳。呼
吸が荒い、熱もある。まずいんじゃ。僕の考えすぎならいいけど、ちょっとごめんなさい。やっぱりタバコ吸う人なんだ。まずい。これは多分このおばあさんは慢性気管支炎だ。風邪をひいて急性悪化したのだとしたら、救急車だ。早く。あとは専門医に任せよう。じゃあ僕行くね。胸が。おじいさん。これから行くって時にどうしよう。分かったよ。僕は駅員さんに救急車を呼んでもらってくるから、君は応急処置を頼む。心を起こして座らせて。嘘、呼吸が。チアノーゼの兆候も。やらなきゃ、僕がやらなきゃ。このおじいさん死んじゃう。手伝ってくれ。仰向けに寝かせて。外だよ。人工呼吸と心臓マッサージをすればいくらかは。今の僕にはここまでしかできないから、ありがとう。一人じゃ自信がなかったんだ。君がいてくれて本当によかった。僕たち二人で助けたんだ。分かったんだ、自分の気持ち。父さんに謝るのは尺だけどね。じゃあね、また学校で。卵も体作りに欠かせないとは、鶏には頭が上がらないな。これでまたしばらく持つ。冷凍しておこう。いつも助かる。また欲しければ言ってくれ。授業始めますよ。
みんな、ちょっと聞いてくれ。今日付けで退部することに決めた。部長の後任は2年生から選出してくれ。どうしてです？急に退部だなんて。受験勉強をする。じゃあやっぱり医学部へ行って医師免許を取って、僕は医者になる。病院継がなきゃいけないから、お父さんに部活をやめろって言われたとか。父さんは関係ない。僕が自分で決めた。もう迷わない。せっかくいただいた留学の話だけど、辞退させてもらうよ。出遅れた分、睡眠時間を削って勉強するつもりだ。拙い僕についてきてくれて本当にありがとう、みんな。部長、雰囲気変わった。なんか男らしくなった？褒めすぎだよ。いいかな、また上で。明日から当分、君とこうしてゆっくり話すこともできない。だから今これを君に渡しておきたくて。昨日届いたんだ、審査員特別賞だって。僕の上に優秀賞や最優秀賞の人がいて、やっぱりさ、基本を勉強しないとダメだね。世の中そんなに甘くない。受験勉強つらいと思うんだ。これ見ると部活の思い出に逃げちゃいそうで、だから君に預かっててほしいんだ。ありがとう。なんか君にはお願い事ばかりだ。僕の方が年上なのにね。駅で一緒に患者さんを助けたろ。僕が君を大切に思ってるようにさ、あの人たちも誰かに大切に思われてるわけで、死んじゃって会えなくなるのは寂しいから、助けてあげられたらって思ったんだ。僕が医者になることでさ。なんか僕カッコつけすぎかな。たまには先輩らしいとこも見せておこうかななんて。これでも僕元部長だよ。一周回って元に戻った感じだね。傍から見たら同じことなのかもしれないけど、でも病院の息子だからじゃない。僕は自分の意思で医者になるんだ。君が急患で緊急手術なんてことになったら、僕が執刀してあげる。主治医としてね。お互いが生きてるうちに少しでも長く一緒にいたいから。我は汝、汝は我。汝、ついに真実の絆を得たり。ここに運命の力は、その才能を開かれたり。今こそ我ら汝に与え、運命の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。でも大事なのは健康だよ。医者の手にかからないのが一番だね。寮暮らしで食生活荒れてない？なんか栄養のあるものでも食べて帰ろうか。
おはようございます。こちらエリザベスでございます。またしてもタルタロスに迷い人がいらっしゃいますのでご連絡差し上げました。今回は一人のようです。お早めの捜索をお願いいたします。それでは失礼いたします。それじゃやるよ。じゃそうだね。